いやー、そろそろ気温も下がってきたから、冬用のコートを何か探さないとな。まあ、いいコートも欲しいんだけども、最近服高いから、まあ、ユニクロでなんかいいものを見つからないかな。とは言っても、サイト見ても、いろんなコートユニクロに置いてあるから、何選べばいいのかわかんないんだよな。もっと手っ取り早くわかりやすく教えてくれる人いないかな、と思っている皆さん。こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、ユニクロの冬用アウターナンバーワン決定戦ということで、もう具体的にですね、これが最強というのをですね、皆さんにドンと提示をしてみたいなと思っています。まあ冒頭にもお伝えした通り、冬用のアウターですね、もう本当に冬の着こなしの中の主役となるようなものなので、まあできればですね、ちょっと頑張って投資をした方がいいんですが、とは言っても最近はお洋服全般的に値上がりしているので、ちょっと買いづらいよねと思う方も少なくないかなと思います。まあそんな時に僕たちの味方になってくれるのが、まさしくユニクロの存在かなと思うんですね。まあユニクロのコートを非常にレベルが高いですし、ベーシックでありながらもトレンド感を程よくミックスしたようなスタイルが簡単に作れるので、まあうまく使っていくのがいいかなと思うんですね。ただ、ユニクロにもいろんなコートがありまして、どれが特におすすめなのか、まあ今回はですね、具体的に3つご紹介しながらも、その中でナンバーワンはこれだという形でお伝えをしていきたいなと思っています。もう冒頭にですね、その3つをお伝えしますと、まず第一候補としてシングルブレストコートですね。ここ数年ユニクロの中では定番的に取り扱っている割とベーシックな形のコートになります。そして二つ目がですね、これまたユニクロの大定番、チェスターコートですね。まあ、僕の動画の中でも何度もご紹介しているような定番中の定番で、素材感がめちゃくちゃいいので、すごくおすすめなんですが、そして三つ目、ユニクロ U の先日発売されましたステンカラーコートですね。これまた中綿の仕様になっているので、暖かいんですね。まあ、いわゆるこう、春秋用のステンカラーコートではなくて、冬場にも活躍してくれるようなコートなので、これもですね、新たな選択肢に加えられるのかなと思います。じゃあこの中でナンバーワンどれなのか、まあ、今回はしっかりと動画の中で解説をしていきたいなと思いますので、よかったら最後までお付き合いいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの今日ですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここからですね、具体的にユニクロの冬用のコートの中で独断と偏見でナンバーワンを決めていきたいなと思ってるんですが、まずは結論からお伝えすると、今季のユニクロのコートの中で僕が一押ししたいのはこちらですね。シングルブレストコート、価格が 12,900 円のものになります。これはですね、めちゃくちゃ完成度が高くて、まあ、発売したのはですね、まだまだ暑い時期だったんですけども、これは早めにゲットしておいた方がいいなということで購入しました。まあ、シングルブレストコート自体はここ数年展開があるので、まあ、定番的な位置づけになってるかなと思うんですが、まあ、いわゆるこうステンカラーコートみたいなものですね。メンズの様々なコートの中で最もベーシックと呼べるような、見た目の部分でもすごくですね、馴染みのあるようなデザインになってるかなと思います。襟に関してはちょっと大きめでボリューム感があって、ふんわりと付けられているので割とですねクラシックな要素なんですが、襟が大きいので小顔効果があるというところでも結構便利なディティールになってるかなと思います。で、肩周りを見ていただきたいんですが、一応肩のラインがこのあたりということで少しこう落ち気味になっていますよね。まあステンカラーコートというのは元々サイズ感が緩さがあるものなんですが、まあ、昨今のトレンドをですねうまく汲み取りながら、やはりサイズ感は少しゆったりめに仕上げてあるかなと思います。ちなみに僕は身長164センチ53キロと小柄な体型なんですが、今回はですね M サイズを購入しました。まあ、丈の長さはですね膝よりももうちょっと下ですね、結構長めなんですよ。なので重量感があると思いきや、割とですねそんなに重たくないコートなので、僕も他にはロングコートをいくつか持ってるんですが、その中でも割と着心地としてはライトな方かなと思います。これだったら気軽にサクッと着やすいですね。で、このようなステンカラーコートみたいなものはもちろんカジュアルシーンでも使うことができるんですが、まあ、ビジネスのシーンでも使うことができるという点では非常に使える範囲が広いかなと思います。まあ、他にもカラー展開こちらあるんですけども、個人的には今年はですねこのダークブラウンに対して柄ですね、見えますかね、細かな千鳥格子が入ってるんですね。
これがですね、なかなか秀逸な仕上がりになっているかなと思いました。失敗するとこうおじさんっぽくも見えやすいような色柄ではあるんですが、さすが上品に柄は細かく仕上げてありますし、ブラウンの中でもやぼったく見えないようにダークブラウンで、なるべくですね、大人っぽくシャープにまとめてあるので、これだったら僕ら大人世代が着ても程よくクラシカルな雰囲気が漂う、そんなコーディネートが組めるんじゃないのかなと思っています。うん、これはめちゃくちゃいいですね。まあ、シングルブレストコートって、まあ、正直こうそのシーズンによって色だとか柄って様々なんですね。昨年は本音を言うとこれというものが見つからなくて確か購入しなかったと思うんですが、一昨年はグレー系の柄物で良いものがあったので購入したんですね。形デザインはすごくいいんだけども、色柄に関してはやっぱりこうシーズンによってしっくりくるものがあったりなかったりっていうところが、まあ、正直なところなんですが、今季のダークブラウンの千鳥格子はめちゃくちゃいいので、ぜひ皆さんにもチェックをしていただきたいなと思っています。で、こちらの素材なんですが、ポリエステルとウールを混合してあるんですけども、そのおかげで上品な雰囲気もしっかりと漂っているので、チープに見えないんですよね。このあたりも含めてすごくバランスがいいなと個人的には感じています。 GU でも結構ですね、このようなステンカラーコートとかバルカラーコートやっているんですが、まあ、すごくデザインはいいんですよ。素材感に関してはやっぱりユニクロの方がワンランク上だなという感じがしますし、これだったらしっかりと着ていてテンションが上がるぐらいの質感なので、まあすごくバランスのいいような素材感にもなってるかなと思っています。で、ここでですね、二つ目の選択肢を出したいなと思うんですね。残念ながら僕の手元にはないんですが、こちらですね、ユニクロのチェスターコート、これとこちらのシングルブレストコートを比較してどちらが買うべきなのかというと、僕の中での結論はこちらのシングルブレストコートなんですね。これなぜかというと、やはり時代の流れというものもあるのかなと思っています。まあ、チェスターコートというのが盛り上がり始めた頃というのはもう今から結構前になるんですが、その当時はトレンド感があって非常に良かったんですけども、トレンド感が強いものにも数年経つとそれが定番的な位置づけになってくるわけなんですが、まあ、チェスターコートはもうトレンド的なアイテムというよりは定番アイテムとしてだいぶ見慣れてきてるかなと思います。その中でもユニクロのチェスターコートというのは素材感がめちゃくちゃ上質でいいんですよ。なので僕も動画の中でよくご紹介してきたんですが、まあ、だいぶですねトレンド的な意味合いから定番的なところになってきて、最近でちょっとピークを終えた感じは正直あるんですね。特にチェスターコートでジャストめのサイズだと今っぽさというところがちょっと漂いにくいかなと思うところが本音なので、もしですねユニクロのチェスターを選ぶ場合には、まあ、サイズをちょっと上げるだとか工夫が必要なのかなと思います。ただ最近のですねチェスターコートに関してはアップデートされているものも増えてきてまして、例えばこちらのグリーンレーベルのチェスターコートとかは最初から緩めの設計になっているんですね。まあ、そのようなものであったら今でも間違いなく使い勝手がいいと思いますし、まあ、チェスターコートのジャケットライクな美しいデザインとそこに対してのちょっとワイドめなサイズ感うまくミックスしていて大人にめちゃくちゃよく似合うので、こういった感じだったらありだと思いますが、ユニクロのチェスターコートは結構ど真ん中のベーシックさがあるので、素材の質感ではやっぱりどうしてもシングルブレストコートユニクロのチェスターには負けてしまうんですが、それであっても今っぽさだとか色柄とかの雰囲気を合わせると総合的にはこちらの方が僕は使いやすいじゃないのかなと思っています。とは言ってもめちゃくちゃ素材感がいいので、ユニクロのチェスターコートの素材そのまま使ってちょっとワイドチェスターコートみたいなものをデザイナーズのコラボでやってくれたらめちゃくちゃいいなと個人的には期待してるんですが、まあ、この辺りは個人的にちょっと密かに期待してるポイントかなと思っています。まあ、いずれにしろこのシングルチェスターコートはめちゃくちゃいい仕上がりなので、今季ユニクロで買うならこれが間違いないので、ぜひ皆さんもチェックしてみてください。続いてもう一点ですね、先日ご紹介したユニクロ U の視点からコートですね、こちらも着用しながらその魅力について解説をしてみたいと思います。はい、続いてユニクロ U のパテットステンカラーコートの方着てみましたが、いかがでしょうか。これもですね、名作ですね。着てみて改めて実感するんですが、シングルブレストコートナンバーワンと言いつつも、これもですね、かなり競ってるぐらいいいので、まあ多くの方にお勧めしやすいようなアウターかなと思います。まあユニクロ U のアイテムの中では、今季そんなに派手さはない方だと思うんですね。今内側に着ているこちらのチェック柄のシャツとかは、早い段階でオンラインでも完売してるぐらいですね、まあ注目アイテムだったと思うんですね。まあその他にもいくつか人気のものはあったかなと思う
うんですが、割とですね、こちらのパテットステンカラーコートに関しては、ウェブの在庫もまだ残っています。なので、まあ、そんなにこう派手さのあるものではないんですが、めちゃくちゃ使えると思いますね。まあ、先ほどのシングルブレストコートと同様にですね、まあ、ステンカラーコートのデザインということで、サイズ感は緩さがあります。で、肩周りはこちらラグランになっていまして、まあ、よりリラックス感のあるようなシルエットになっています。まあ、丈の長さもちょっと長めですね。ちなみに先ほどのシングルブレストコートは M サイズで、こちらのユニクロのパテットステンカラーコートは S なんですが、こっちの方がさらに大きめなんですね。まあ、そういった意味ではよりデザイン的にはエッジが効いてるので、まあ、ベーシックに着たいなという場合は、先ほどのシングルブレストコートの方が優先度は高いです。おそらく人口比率で言うと7対3ぐらいの比率で、こちらの方がちょっとクロート向けのアイテムになるかなと思います。カラーも深めのオリーブで、ちょっとこうブラウンっぽさも感じなくはないような曖昧さがめちゃくちゃバランスがいいんですね。で、コットンとナイロンのブレンドで、質感も本当にチープに見えることなくて上品な仕上がりですし、なんといっても中綿入ってるんですね。なので暖かいのと着心地がふんわりとしていて、これも重量感がないんですよ。このあたりは2つのコート共通して言えるところなんですが、まあ、ロング丈のコートにありがちな重さですね。このあたりがずっしり着ちゃうと着づらいんですよね。だけども両方ともしっかりとデイリーユースできるぐらいのライトな質感になっているので、このあたりは印象は非常にいいかなと思います。やはりチェスターコートに比べると、こちらのステンカラーコートの方が今は旬なタイミングなんだろうなと思います。その時々でチェスターの方がちょっとこう旬な感じがする時もあれば、ステンカラーコートの方が時代の雰囲気に合ってたりだとか、その時々だったりするんですが、今はステンカラーコートのターンなんだろうなというのを改めて実感をしました。こちらもですね、決して派手さはないんですが、僕はここ数年のユニクロ U のステンカラーコートの中では最も使い勝手もいいと思いますし、他のモードの違いもしっかりと出せるかなと思うので、かなりおすすめのアイテムになってくるかなと思います。本当にコート付けがたいんですが、シングルブレストコートとこちらのユニクロ U のパテットステンカラーコート、ぜひ皆さんもですね、しっくりきた方を選んでみていただければなと思っています。いやー、いかがでしたでしょうか皆さん。今回の動画ではユニクロの冬用のコートはこれが最強というテーマでお届けをさせていただきました。結論、ユニクロのシングルブレストコートのダークブラウンですね。まあこちらがやっぱり最強だったかなと思います。まあ毎年ですね、いろんなコートが出てきていまして、まあユニクロの場合は結構定番的なものが強かったりするんですが、まあその中でも色とか柄がシーズンごとに微妙に変わっていくので、まあ今回はその中でもシングルブレストコートのダークブラウンの千鳥格子柄、これがもう絶妙なバランスで完璧だったなと思っています。まあ、素材の雰囲気もチープに見えることは全くなくて、ウールがブレンドされているので上品に見えます。そしてダークブラウンに千鳥格子というところで、ビジネスのいわゆるこう普通のステンカラーコートに比べると、しっかりとカジュアルな雰囲気も漂いつつ、やぼったくおじさんっぽく見えないというような絶妙なバランスに仕上げられているのが非常に好印象でした。このようなコートが1万円台前半で買えるというのは非常にありがたいかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんも早いタイミングで買い揃えていただければなと思っています。ただどのアイテムに関しても万人に対して合うというわけではなくて、もうちょっとクロート感があるものがいいなとか、トレンド感強いものがいいなという時には、ユニクロ U のパテットステンカラーコートですね。これはめちゃくちゃ良かったなと思います。服好きをこじらせている個人的には、ユニクロU のステンカラーコートの方が結構気分が上がるんですね。あれぐらい丈が長かったりだとか、色の雰囲気も絶妙なオリーブだったりすると、服好きにはすごく受けるかなとは思うんですけども、まあ一般的にはやっぱりシングルブレストコートの方がはるかに使いやすいかなと思うので、そのあたりは好みに応じて選んでいただくのもいいと思います。また今回はですね、チェスターコートに関してはめちゃくちゃ押してるという感じではなかったんですが、素材の質感ですね、もう本当に完成度が高いので、まあ、ベーシックで上品なコート、なおかつビジネスシーンで使うことを想定しながらであったら、ユニクロのチェスターコートが今回の中では間違いなくナンバーワンかなと思いますので、まあ、このあたりもぜひ皆さんの用途に合わせて選んでみていただければなと思っています。まあ、このような形でですね、こちらのチャンネルではこれからもメンズファッションの基本、なるべくわかりやすく解説をしたいなと思ってるんですが、普段の動画の中ではなかなかお伝えすることができないですね、セレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、または専門ブランドですね、このあたりのですね、アイテムの紹介だとか、コーディネートの解説に関しては、僕はもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で
詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて週に1本のライブ配信もやっていまして、皆さんがいただいたご質問に直接お答えする形でワイワイ楽しくやっていますので、気になる方はこちらの動画の下の概要欄の方にリンク貼っておきますので、そちらからチェックしていただきたいなと思っています。また普段ですね、なかなかゆっくり動画を見れない方のためにオンラインサロンというものもやっています。こちらの方では動画ではなくて文章と写真ベースで、だいたい一記事あたり2分ぐらいで読めるような分量で、最新のファッション情報を皆さんにお届けしています。おすすめのアイテムですとか、コーディネートの解説なんかもやっています。僕もですね、毎日更新をしていますし、僕以外の専門家スタイリストの人もですね、記事を書いてくれています。また参加者の皆さんも気軽に記事をアップすることができるので、おしゃれが好きな男性が集まって楽しめるようなコミュニティになっていますので、気になる方はこちらも概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。